こんにちは、クイックアートのえりです。今回もパウダープリントをしていきたいんですけれども、今回転写する素材はこちらの日傘にやってみたいと思います。で、傘の転写は結構コツがいりますので、その辺を、紹介できたらなと思います。ちなみにこれは、ナイロンですね。ナイロンの日傘オリジナルのプリントをしていきます。はい、こちらのパウダープリントシートはですね、全色顔料インク専用の商品ですので、プリンターも顔料インクのものを用意していただくということで、今回は、エプソンの PX105 という機種でやっていきます。こちらは、全色が顔料インクのプリンターです。ちなみにこのプリンタースキャナーはついてないんですけど、この通りコンパクトでとても、事務機としても使い勝手がいいのですごくおすすめです。パウダープリントシートに印刷をしていきます。はい、シートをにセットします。はい、で今、エプソンのプリンターを使って出すので、用紙がスーパーファインで品質が綺麗。はい、スーパーファインの設定だと結構ゆっくり出てきます。こちらのパウダープリントシートなんですが、乾きにくい仕様の用紙になっていますので、インクは染み込まないで、こうやって一気に6枚ぐらい印刷して次のステップに行っていただくっていうのでも、大丈夫ですね。慌てて作業する必要はないです。はい、このように出ました。これが今印刷が終わったシートです。はい、ちょっと10分以上放置してますが、今からパウダーをまぶしても大丈夫です。インクのところを触らないように気をつけて、はい、商品に A3 サイズの紙が入っていますので、これを広げます。で、印刷したシートを置きます。はい、ここでパウダーなんですけども、袋を開けて大体でいいんですけど、真ん中ぐらいにこのように落とします。で、この線になるように落としたら、こう紙をクッとこうこのようにたゆませて持って、こういうふうに絵のところ全体に、こう左右にこう傾けて粉を通します。で、裏に返したらしっかりこれくらい強めに叩いて、はい、これでまた置きます。で、どんどんこれをやっていくんですけども、一回一回戻すとちょっと面倒くさいので、今回はちょっとこうやってすくってまたこうまぶしていくっていうやり方でやっていきます。一つだけやるときはこの後袋に戻してもらって大丈夫です。まず、用意するものがアイロンですね。で、アイロンは、中温に、しておきます、はい。で、ここでですね、ちょっとこういうアイロンマットっていうものを使います。で、必ずこうアイロン台ではなく頑丈なこう机で作業してください。で、ポイントなんですけども、この机の角、角を利用して、転写をしていくので、こう広げた状態で
傘を全開にしてピンと張っている状態のままですね。この傘だとそうですね。で、あらかじめ、どこに何をやりたいか決めてたので、ちょっと先にこれから行こうかな。分かりやすい、このこれがついてるので、ここに決めてた絵があるので、でこうしっかりこう押さえてもらって、はい、アイロンマットがあって今この傘があるっていう感じですね。でここに、はい、で大事なことはこのままこれをだいたい真ん中、うん、まあここかな、はい、これあんまりね絵を大きくすると大変なんですね。なので、はい、これぐらいで置いたら、このまま、動かさないように、ここは動かさないようにこのアイロンでちょっとだけこんな感じである程度押さえたら、この商品に入っているシリコン紙ですね、これを上にかぶせて、ここからは、しっかりとこうぐっと力を入れて腕を伸ばして、こう体重を乗せて縦に押し込むようにプレス、はい、でこのアイロンマットがちゃんとこのアイロンの下にあるように、で、この傘の骨も、折らないように気をつけてください。これすごく傘は、素材がまあこのすごく薄いので、結構圧力自体は普通の T シャツとかよりも多分そんなにいらない感じなんですが、それでもこういう感じでしっかり、だいたい1箇所5秒、まあ、4回ぐらいを目安にして、アイロンの向き、危ない、はい、アイロンの向きをこう変えてもらいながら、この全体をこうまんべんなく押さえる、はい、特にこう端っこの方は念入りにしてください。はい、なのでポイントは最初にアイロンで、押さえて仮押さえを終わらせてから、しっかりと圧力をかけていく。その時にずれなければ基本的には大丈夫ですので、はい、あとはもうこの角の利用の仕方ですね、机の、はい、結構シートをこうやって触った時に、うん、大体もう大丈夫そうなので、ちょっと剥がしてみますね。はい、いきます。お、あ、綺麗に、あ、ちょっとここだけついてなかったので、こういう時は、また紙をのまま戻して、そこをなるべくそこだけ重点的に押さえます。まあ溶けることはないと思うんですけど、シリコン紙は必ずちょっと上に置いて押さえてください。はい、重点的に押さえましたので、はい、でちょっとまだそうですね、しばらくかかるかな。じゃちょっと次行きましょう。次は、はい、またこう動かして。だいたいこの傘ってこうなんか線が入ってるので、こう真ん中が分かりやすい、はい、ちょっと大体なんですけど今、はい、あんまりここまで来ちゃうとちょっともうアイロンで押さえることが難しいので、あらかじめその辺は、いい感じで大きさは調整してます、はい、で先ほどと同じようにこう垂直にそっとアイロンを落として、ちょっと全体的に軽くこう滑らせる、はい、で仮押さえをしてから、はい、コンプレスですね。
ともう一回剥がしてみますね。再プレスしたところが多分今度はいってると思う。あ、大丈夫ですね。大丈夫だけどちょっとここがまだ、よいしょ、もう一回押さえます。何回でも押さえればいいので、はい、しっかり、不安だったらもう一回全体を再プレスしてもいいんですけど、はい、よいしょ、こんな感じで、こうしてる間にこっちが冷めたので剥がしていきます。ああ、ちょっとここですね、この紙がちょっとシワになってたのでここをもう一回押さえます。あと結構これ内側がこの黒いので冷めるのに少し時間がちょっとだけかかりますね。でもまあ1分ぐらい放置すれば大丈夫そうな感じですね。こう隣のをやってる間に隣のが剥がせるようになるっていうような感じです。マットが熱いので、ではまた冷めたようなので剥がしてみます。あ、うん、大丈夫ですね。再プレスして大丈夫。こう手を沿わせながらゆっくり様子を見ながら剥がします。あ、かわいい、よいしょ、おー、できました。お、いい感じ、すごい、できました。はい、じゃあちょっと1回目の隣、これも、あ、これももう大丈夫ですね。はい、おー、綺麗に、とりあえず2面完成して、じゃあどんどんちょっと隣隣でぐるーっとしていきます。ちょっとこっち側に移動しまして、今度はちょっと大きめのこの絵ですね。ちょっとこれ余白のところを先に切ることにします。はい、その方がこうやりやすい感じがあるので、はい、よいしょ。でこの傘の線が入ってるのです、だいたいなんですけど、こういう感じで置いたら、はい、よいしょ、ちょっとアイロンが逆向きなんです。はい、で今度はちょっとこれ傘持ちながらやるんですけど、この1枚のこのちょっと小さくこう半分に、なんていうんですか、2面分のこうデザインを一つに入れたっていう感じなので、ちょっと切り取ってこうバラバラにしてこの部分だけやります。はい、こう置いて、よいしょ、押さえて、はい、ちょっとで、ちょっとさっきのめくっていくっていう、もう大丈夫ですね、冷めてますね。ちょっと下からめくってみます。あ、綺麗、お、いい感じですね。うん、お、お、すごく、これは一発でいきます。お、よかった、すごい綺麗にできました。はい。で、あ、こっちももう冷めました。めくります。はい。はい。うん。いいで
ですね。なんかサクサクできていきますね。はい、では次がこのちょっと大きめのこのデザインですね。で、だいたい真ん中を知るためにちょっと気をつけてここを折るっていう技が、下の方もちょっと折り目をちょっと一回これを置いて、こうこの A4 サイズの真ん中、これ少しだけにしてくださいね。完全に折っちゃうと A 同士が触れてしまうので、はい、折り目をつけて真ん中を合わせてみます。この時やっぱりこうちゃんと置かないとこうずれちゃうので、こうちょっと体でこの傘をこう支えながら、ここはここでピンとして、はい、こんな感じで、このそうですね、ここら辺でいいかな、この傘の線と今つけた折り目を合わせて、さっともう押さえちゃうそっと垂直にアイロンを落とす、はい、で押さえたら、よいしょ、はい、じゃ あ最後ですね。もう最後の絵をいきます。さっきの半分の片割れです。こんな感じで、こっちはもう完全に冷めてますね。作業しながら冷めていくのではい、じゃあめくってみます。ですね、もうこっちも、あ、もう全然大丈夫ですね。はい、じゃあ、おお、あ、なんかものすごくあっさりできました。綺麗、完成です。パウダープリントシートを使って、よいしょこの日傘を、にプリントをしましたはい、これナイロンなんですけど、はい、溶けることはなくこんなに綺麗に、コツさえつかめば結構、簡単にできるっていうのがお分かりいただけたかなと思います。くっきりした色味も出ますし、はい、水彩画のこういう淡い感じの表現もできるので、すごい、いいなと思いますこれですね、今結構マスクを皆さんするので、日焼けを気にされるっていう方が多いって聞きましたので、これからの時期この日傘にオリジナルのプリントをして、さらにこう自然とこう距離が保てるという効果もあるみたいなので、ソーシャルディスタンスの役割もあるということで、どうでしょうか。はい、はい、では今回も、ありがとうございました。また次回やっていきます。